タイヨチャンネル。ダーツの旅。はい、皆さんおはようございます。ということで、太陽チャンネル家のダーツの旅行きたいと思います。はい、じゃあ初日は広島に向けてスタートしたいと思います。じゃあ到着したらまたねカメラ回したいと思います。レッツーゴー、ダーツの旅。じゃーん。桃太郎かわいいなこれ。なんちゃんいいね、なんちゃんいいな。はい、昼食はすごい、はい、この道ラーメンとこの道ラーメン、ね、太陽はなぜかカレーなんだ。これ食べ終わったら出発します。ダーツの旅。じゃじゃん、広島着きました。5時間かかったね。5時間。今日泊まるホテル、はい、こちらね。はい、うん、こちらね、今日は一泊したいと思います。チェックインしましょう。イエイイエイ。ちっちゃい宮島があるよ。広島グランドプリンスホテルです。すごい広い、綺麗。さあ動かしちゃダメだよ、そのまま置いといて。あらちゃん危ないよ、あんまり上に乗らない。はい、部屋に到着しました。広い、なんか縦に長い、もしかして。はいはいはい、こっちこっち来たらワンちゃんの靴が落ちてるでしょ。で、え、お、お風呂いい、これ。お風呂から海が見える。お風呂から海、やばい、これはいい、広いし。で、トイレは別ね。トイレ別、トイレ別です。はい、で、さらにこっちの部屋が縦に広で、ここにベッドが2つあって、で、さらにこっちに、あれ、太陽いないな。発見、すごい、ほら海が、ね、広いっす、これはいい。はい、ということで今日はこちらに一泊したいと思います。なんとね、この後、この広島の旅をするのにスペシャルゲストがこの後合流します。はい、じゃあちょっとそれまでゆっくりしましょう。ダーツの旅。くるでくるで、つばさ、今からね、こうももチャンネルさんが部屋にね挨拶しに来るらしいんだけども、いきなりかくれんぼをしたいと思います。はい、はい、こうももチャンネルさんに翼と太陽を探してもらいたいと思います。あ、お母さんも隠れるのかな。いきなりかくれんぼ行ってみよう。さあ、太陽はどの辺隠れてんのかな。なんかね、なんちゃめちゃめちゃわかるめちゃめちゃわかるところに、あ、来た、行くわ。はーい、こんにちは
じゃあもう、うちの企画最初にいいですか？ちょっと、緊急で。はい。いきなりかくれんぼをやってます。マジか？はい。私以外の家族全員隠れてますんで、はい。はい。私が50秒数える間に探してください。そう、3人でいいですか？はい。靴脱いで、はい。こうよくんと、ものかちゃん。何秒って言いましたっけ？50秒。いくよ。よーい、スタート！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、30、31、32、33、34、太陽見つかった、ももかちゃんに見つかった。はい、じゃあお見事、見つかりました。久しぶりです、よろしくお願いします。ダーツの旅、動画入っちゃうよね。はい、ということでね、今夕食にやってきました。で、こうももチャンネルさんです。どうぞ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 。あれ、太陽がいなくなった。あれ、はい、こうよくん、ももかちゃんはどこ、どっから来るんだ、どっから、ど、はい、来た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 。出た変顔。今日の夕食から明日の午前中かな、こうももチャンネルさんと一緒に、ま、観光か、だと思います。じゃあ短い時間ですけど、よろしくお願いします。じゃあ夕食行きましょう。お腹空きました。あ、めっちゃ大騒風で、え、そこに書いてあるの、あ、ということで、もう明らかに高級お好み焼き店、鉄板焼き店、メニューもすごいし、ほら見て、牡蠣だよ、牡蠣。で、それ何よ、牛タン、牛タンらしい、牛タンちょっといっぱい、ね、これ食べたいんじゃん、ね、かわいい。さあよ、何やってんの、おっさんか。そう、まだ焼けてない、食べれるやつ、ドライ、そう、写真だけ、うわ、これ見て、こう切って、こう避けて、うわ、どこでも飲んで、常に飲んでる。